今年もいつもの直売所が開いたので、うまい釜焼きピッツァとうまいコーヒーを補給しに行ったよっていう話。毎度栃木の Vlog おじさん君賞でございます。現在地は鹿沼の環状線県道268号線、地元ではダンプ街道って呼ぶおっさんの方が多い場所となっております。お仕事が一段落した遅いお昼、飯を食いにあぜ道鹿沼店に向かっているところです。今年初あぜ道染めでございます。東湖の方から経図電気をずっと抜けて移動中って感じですね。今田島農園も見えました。トマトを買いに行きたいですね。さて、道中お時間あるので少し余談です。ここ4ヶ月ぐらい黄色いアイコン作りまして、結構気に入って使ってたんですけど、最近ちょっと気になってまいりました。もともと電気グルーヴの卓球さんアイコンとニコちゃんマークを混ぜてクラッシュさせて、はいドンみたいな感じで作ったんですけれども、それでもね、やっぱりシンプルなアイコンなもんで、当たり前なんですけれども、黄色ベースでニコニコマークっぽいあまたあるアイコンと鬼かぶりなんですね。どうしてもかぶっちゃう。もうちょっと個性出してーなー、そもそもおっさんだし色味がちょっと黄色はどうかなーとか思ってまして、新調いたしました。こちらでございます。少しは控えめになるような感じでアースカラー使ってみました。ニコニコマークベースっていうのは技術的な問題でどうしても相変わらずなんですけれども、結構地味可愛い感じに仕上がったと思うんですけれども、いかがでございましょうか。マイナーカスタムはするかもしれませんが、基本この感じのアイコンでやっていこうと思ってますんで、新アイコンともども今年もチャンネルご愛顧よろしくお願いいたします。チャンネル未登録の方は新年のご祝儀代わりにぜひご登録をしていただけますとね、本当ありがたいです。栃木の出たばっかりのチャンネルとなってますけれども、よろしくどうぞお願いいたします。ではそろそろあぜ道に到着です。地味に楽しい栃木の動画。さて、あぜ道到着です。こちら今出しておりますのが新しく立った機材、ジウンのクレーン M3 っていうジンバルになります。正月は延々とこいつの設定をやっておりました。マイクのバランスちょっと今日朝変えちゃったから大丈夫かなって感じなんですけれども、果たして上手に撮れるんでしょうか。その辺もご注目くださいませ。では動画内の私が喋ります。どんなもん撮れるかやってみましょう。明けましておめでとうございます。本腰入れてます、ね、本腰で。本年もよろしくお願いします。本年もよろしくお願いします。今日はどのピザにしよっかな。今日は3種類あります。今日はミートソースでお願いします。わかりました。これ俺のお昼なんですけど、1枚食べきんないんで半分食べないですか。マジっすか。はい、ぜひぜひ。いいんですか。一人で食っても余らせちゃうんで。やった、取らせてもらおう。これちなみにこれキノコ、キノコのやつ。そうです、今日半分。やった、ちょっとご相場に預かりつつ。はい、優しい。あ、ありがとうございます。あったかいし、1枚いただきます。贅沢にパターンとして食べた。キノコピザ超うまいっすね、これ。クリーム的なやつです、これは。ホワイトソースの中にソテーして煮たマイタケを入れて、ブレンダーで細かく。これうまいっすね、シンプルって。キノコ、私もすごく好きなんです、キノコソース。うまっ。バジルとチーズとミートソースで入って。そうなんですよ、色合いも結構良くて。よかった、なんか新しい道具ここで使えてよかったっすよ。あっという間に焼けんですね、本当。あっという間に、本当に。いまだに自分で焼いてても思いますね。もうこんなに焼けてる。マジあっという間。
激うまそう。いただきます。これ巻いちゃうんすか、向こうの現地の人がペロッつってこのサイズ。そう、半分を半分畳んで、半分畳んで、で、もう半分畳んで、もう半分畳んじゃうんだ。そうなんですよ。へー、で、パクッと、お、いっちゃうっていう。でかい、でかい、でけー、すげー。それ現地の人たちが、へー、こうやって追って食べんだって。ちょっとグー落ちちゃったけど、でもうまそう。ワイル、めちゃくちゃワイルドでうまそう。これはこれで、うん、うまっ。また違った感じがして。そうなんですよ、そうなんですよね。残さずこう、全部余すことなく食べられる。うんうんうん、うん、結構好きだな。なんかこれ違う食い物食ってるみたいな感じで。そうなんですね。へー、あー、うまかった。納品行っててめちゃくちゃ腹減ってたんですけど、これは絶対ピザ食うんだと思って、あー幸せになった。ごちそうさまでした。じゃあ美味しかったです。私もよろしくお願いします。また本年もよろしくお願いします。お気をつけて、うん、コーヒー買って帰ります。ありがとうございます。あ、でんちゃんいねえ。でんちゃん里帰りしてんだ。へえ。まだあります？あります。ありますか？こう3番の袋って、はい、いけますか？はい、このハートの子2つなんですけど。あ、本当ですか？じゃあ1つお願いします。はい、中身はのバラバラなんで、どちらかお好きな方。あ、本当に福袋なんですね。本当に福袋です。ガチの。じゃあ、はい、こちら、コーヒーって感じで書いてある方でお願いします。はい、あと、ハンドドリップしてもらっても。はい、お願いします。それで、お願いします。はい。400入ってんすよね、結局ね。豆が 100×4 で、はい、そうですね、4種類、はい、バラバラで1週間、2週間持つし、きっと日替わりのホットでよろしいですか。はい、それでお願いします。はい、会計が3700円ですね。じゃあ、みっちゃんの旦那さんです。あ、こんにちは。みっちゃんは、違う方のピザ屋さんに今お世話になっております。知ってる人ばっかり。今まで一番よく取れるはずです。買ったから。おお、ジンバルですね。ジンバル買いました。なんかそう、来るたび来るたびバージョンアップしてるなと思って。ありがとうございます。いただいていきます。じゃあ今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあお先にいただきます。了解です。優しい。ありがとうございます。じゃあどうも。ロックンウォールで買えました。福袋だって。ちゃんと一個一個の愛用変えてるって。明かりつけようか。こんな感じ。4種類。あ、いいじゃん。エチオピア、エルサルバドル。あ、やった。ブラジル。それに、コロンビア。いいっすね。あと、ドリンクチケ。俺買った時点であと一個だけ残ってたから。これ動画見た人買いったらいいんじゃないですか。内容は違うみたいですよ、豆の。このガチャガチャ要素があるのが楽しいっすね。あんまり今ないよね。大体みんな入っても一緒じゃない今の福袋って。で、今日のコーヒー。チューブか入りって書いてあったけど、銘柄はもう忘れました。走ってる時は蓋つけるけど、とりあえず今は蓋外して。
美味しいっすよね、本当に。ロックンロールコーヒーロースト。ジェルボのピザもロックンロールのコーヒーも美味しいから、ぜひあぜ道でお昼楽しんでみてください。多分また来週も木曜日にジェルボさん来るんじゃないかなとか思いつつ、インスタグラムチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあまた。